アントニオスミスオクラホマ州オクラホマシティ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のデンバーブロンコスに所属している。ポジションはディフェンシブエンド。193センチメートル、129キログラム。オクラホマ州立大学から2004年の NFL ドラフト50目135位でアリゾナカージナルスに指名されて入団した。2年目の2005年からカージナルスでは、 左ディフェンシブエンドとして先発出場をするようになり2006年12月17日のデンバーブロンコス戦ではファンブルリカバータッチダウンを上げている2008年には全16試合に出場し41タックル3点をサックの成績を上げたまたプレイオフでも8タックル2サックを上げてチームのスーパーボール出場に貢献した 第43回スーパーボールでは1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーの成績を残した。スーパーボール後、フリーエージェントとなった彼は2009年2月に、ヒューストンテキサンズと5年3500万ドルで契約し、テキサンズが放出したアンソニー・ウィーバーの代わりに、マリオ・ウィリアムズの逆サイドを守った。2011年は六サックを挙げた。2012年、 1> 第1週のマイアミドルフィンズ戦で相手ガードのリッチ・ーインコグニートを蹴ったとして罰金を課せられた。なおスミスはこの試合でインコグニートが恋に足首を折ろうとしてきたと主張している。2014年3月14日、オークランドレーダースと2年900万ドルで契約を結んだ4から3ディフェンスのディフェンシブタックルとしてプレーした。2015年3月31日、 レーダースから解雇された。2015年4月2日、デンバーブロンコスと1年200万ドルで契約を結んだ。ブロンコスはこの年、第50回スーパーボール出場を決めた。スーパーボール直前、第級殺人罪で20年以上服役している。スミスの父親が死去したが、スーパーボールに出場すると語った。チームは24から10で、カロライナパンサーズを破り優勝した。 ありがとうございます。